っていう順番ですか、交互ですかね、違う、はい、そうですか、じゃあ私名古屋の風の最初のトップバッターということで名古屋の風代表して頑張りたいと思います。今日はですね、多分今日呼んでいただいたのは、私趣味がキャンプでですね、よくキャンプに行くんですね。で長野によく行くんですっていう話をしたので、きっと呼んでもらえたのかなと思ってすごく嬉しく思います。呼んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。長野のさっきも話してたんですけど、ウルギ村とかそっち奥だと結構そこの方まで行きますね。そっち方面、愛知県出身、キャンプ大好き、シンガーソングライターとかタイターって言ってますが、愛知県ではあんまり実はキャンプしたことなくて愛知県ってあんまりないかな、あんまキャンプ場って多分なくて、ほんと長野寄りの方ならあるかもしれないんですけどね、長野とか岐阜とか三重とかよく行くんですね。長野は一番多分多く行かせていただいてて、すごいお世話になっている場所なんですがそんなね、キャンプというのおかげでこんなご縁ができてすごく嬉しいなと思います。キャンプ歴はまだ浅いんですが、結構ドハマりして2年ぐらい前から、いやもうちょっとずつ増えて、キャンプ服も可愛いのが欲しくていっぱい増やしたりして、今ねもういいシーズンなんで、アウトドアイベントとか多分多いですよね。先日も富士山の2合目にキャンプ場があるんですけど、そこで歌わせてもらったりとか、野外でも結構歌わせていただく機会が多くなりました。そんなキャンプが好きな私だから書けたかなという曲を次に歌いたいと思います。森と町という曲で、決して長野が森で名古屋が町っていうわけじゃないんですけど皆さんの中で町、都会のイメージと森の中のイメージ両方思い浮かべて聴いていただけたら嬉しいなと思います。
人も鳥も街も森も何かに憧れているのかな、何かに救われ何かを救って本当にそれこそウルリの方のキャンプ場で焚き火してる時に思い浮かんだ歌詞だったなと思ってそんな曲を今日ね歌えてとても嬉しいです。次に歌う曲はの前にですね、今度はせせらぎ音楽祭ですかを出させていただくことが決まりました。イエイ。場所は豊根村、長野に行く途中の豊根村、ちょっと車じゃないとアクセスがあるかもしれないんですが、マス釣りまでマスを釣って音楽を聴けるっていうイベントがね、私出演させていただきます。釣りはですね、あんまり釣りってワカサギ釣りを毎年行くくらいなんですけど、ちっちゃいのしか釣ったことなくて、だから初めてです、マスを釣るのは。どんな餌で釣るんだろう、釣りすごい楽しみです。釣りってすごいあれですね、ハマりますよね、全然釣れなくて釣れた時けどめっちゃ嬉しいですよね。私よく木ばっかり釣るんですけど、池でめっちゃ大きいの来たと思ったら、まあ木なんですけどなんかもう抜けなくなるみたいなので、いつも友達に撮ってもらうんですけど、川なんですよね、マスは。川で釣れるみたいです。よかったらみんなで釣ってその場で食べれるみたいです。あとなんか持ち帰りもできるみたいで、釣り放題って言ってたので、すごいよかったら一緒に釣って歌を音楽を楽しみましょう。次に歌う曲はですね、新曲です。今日初めて歌うのでドキドキなんですが、今日お披露目したいなと思って、長野の方とこうやって愛知で、私は22年間ずっと愛知県に住んでるんですが、私は尾張旭市という瀬戸の方、ちょっと田舎のまあ住めるくらい程よいところに22年間住んでるんですが、そこには JR 瀬戸線というのが通っています。いつも最寄りで、いつも今も利用してるんですが、瀬戸線が赤い電車だったんですね、昔。何年くらい前、5年、もうちょっと前かもしれないまで赤い電車で、まあ、古かったんですけど、で今もう色が変わって金色になってしまって、まあ、すごく綺麗になって、もう多分一つも赤色は残ってないと思うんですけど、電車の色が変わってしまった時に書いた歌詞です。レッドトレインという曲です。聴いてください。
私にとって瀬戸線はすごい赤色っていうねイメージだったので、うん、なんか今日愛知県以外の方もいると思うんですが、ふるさとってすごい大切というか温かいですよね。そんな気持ちになっていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。次で最後の曲なんですが、最後に空色という曲を歌ってお送りしたいと思います。最後に歌う空色という曲は、これも割と新しい曲なんですが、私はですね、3月に大学を卒業して、大学生活でアルバイトをねしてたんですけど、そこが屋上があって、割と都会の方丸の内のとこにあったんですけど、屋上行き放題だったので、休憩時間はよく屋上で寝転がって空を見たり、なんだりギター持って弾いてたりしたんですけど、なんかその環境もあったからこそ空を見る時間が結構取れて、学生時代空見るのがすごい好きだったんですね。で、一緒にその時バイトしてた今もちょっと親友の幼馴染の子に、空を見る時間がたくさん取れた日ほど心に余裕があるってことなんだよって言われたことがあって、確かにそうだなと思って、もうバイトを辞めてしまって、その習慣はなくなってしまって、みんな離れてしまったけど、大切な人が空を見る時間がたくさん取れたらいいなと思って、毎日は難しいかもしれないですが、朝でも昼でも夜でも空を見て、ちょっとでも心が晴れやかになったらいいなと思って空色という曲を作りました。明日以降も皆さんにとっていい日が続きますように。今日は本当にありがとうございました。お見舞いでした。白色の空に黄色顔で
ありがとうございました。くとみまゆでした。